トビー、お前今度俺の犬を断りもなく連れ出したら。おい、トビー。なんだよ。俺の話をラストまで聞いてから行け。急ぐんだよ、俺はよ。いいか、よーく聞け。じゃあ言ってみろよ。むかーしむかーし、あるところに、心優しい正直者のおじいさんとおばあさんが、それはそれは仲睦まじく住んでおりました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。心優しい正直者のおじいさんとおばあさんには息子がおりました。息子は丸3年、毎日毎日何もせずただ寝て暮らし、村中から寝太郎と呼ばれておりました。ある日、いつものように浜辺で寝ていた寝太郎は、いたずら者の子供たちから一匹の亀を助けます。私の名は亀吉と申します。命を救っていただいてありがとう。俺にこのどんな願いも叶える3つの玉手箱を差し上げましょう。しめしめ、俺は儲けた。さて、どんな願いを叶えるか。寝太郎が持ち帰った3つの玉手箱を取り上げた意地悪じいさんとばあさんは、億万長者にしておくれ。一つ目の玉手箱に願った途端、棚から転げ落ちたぼた餅が寝太郎を直撃。わずか一寸の小さな寝太郎はあっさりぺしゃんこに。哀れ寝太郎はひどい姿で帰らぬ人に。寝太郎の保険金で願い通り億万長者となった老夫婦だが、悲しみは言えない。どうか息子を返しておくれ。ダン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 、いきなり響く不気味な音。ドアに激しいノックが続く。これはあの寝太郎が帰ってきたに違いない。愛しい我が息子、たとえどのような姿であろうとも。大河に理性を失ったばあさんはゾンビ息子を迎え入れようとする。しかしじいさんは恐怖におののき、どうか我が息子に安らかな眠りを。終わったか。じゃあ待て。玉手箱の脇でそんなことをただ考えてみただけのおじいさんは、しんと静まったそのドアをそーっと開けてみるのでした。するとまあどうでしょう、そこにはまばゆい光を放つ竹が生えており、中を覗くと玉のように美しい女の赤ちゃんがいるのが見えます。まあそれはそれとして、珍しいものを見たなあということで、そのまま女の子をそこにそーっとしておくことにした二人は、もうちょうどいい頃合いなので鬼ヶ島へ鬼退治に向かうのだ。三つ目の玉手箱であっさりと手柄を立てた二人は、殿様の褒美を受けさらに金持ち。
そこでちょこっとシャレのつもりで買ってみた株が大当たり。天文学的な巨万の富を得て、もうこれといった欲もすっかりなくなってしまい、あまりに退屈なので熊と相撲を取ったり、熊に落とし物を拾われて追いかけられたり、子熊の命を助けて有名なぬいぐるみの元ネタになったり、ついでだから桜の木を折ったことを正直に告白してみたりして、現在は回顧録をまとめながら講演活動をしている。もうすぐ一冊目の本が引き上がるらしい。感想は、で終わったか。じゃあな。マグロ、足利島大花火大会は来週の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。いろいろとあるんだよ、役割分担とか段取りとかな。マグロ、頑張れよ。明日じゃないぞ、分かってるな。来週の土曜日だ。タイミングを間違えるなよ。タイミング、男女の中の進展にはそれが肝心だ。タイミング、そう、タイミング。ラブの急所はまさしくそこにある。狙いすましてうまく射止めろよ、彼女のハートを。花咲く足利島大花火大会、これを機会にあっちでくっついたりこっちで別れたり、数々のカップルが誕生しては消えていく。そう、大宇宙の営みそのものだよな。それはあらかじめ DNA に書き込まれている単なる予定調和に過ぎないのかもしれない。こうして科学であらゆることを割り切れる世の中になったというのに、なお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。愛、時にロマンチック、恋、時にドラマチック、それはまるで神様が気まぐれに書いたシナリオのように、どれもが特別でどれもがありふれている、普通の物語に過ぎない。なのに、なお、なぜ人は恋をするたびときめくのだろう。やっぱり女の子はタイミングなんだ。よし、タイミングだ、タイミング。店長、タイミングについて教えてほしいっす。
誰かしら、なるみさん家の女の子？まさかもしかしてあなたは。またこうしてあなたと出会えるなんて。正吾、こっちこっち。ガレージだよ。ウェルカムウェルカム。入って。ごめんね、ちょっと強引だった。正吾を喜ばせそうなちょっとしたネタがあってね。旅へ出るのだ2巻出たんですよ。本日発売のほやほや、さっき買ってきたばっか。この君は午前くんでも午後くんでもなくて、正吾くんよ、小読みったら。正吾くん、でかい声出さないでよ、やっかましいな。そうよ、ねえ、何かあったの？
病気が再発。そんな深刻チックな持病を抱えていたなんて、ちょっとヘルメロ？どうなの？差し入れに来たの。なゆ頑張ってるみたいだから。